今泉潤です。広陽次です。住友美ジェナです。それでは昨日の続きをどうぞ。どうぞ。今は奥さんいるから結婚しちゃったから毎日いるのよ。だからもう本当に3ヶ月ぐらい朝飛び起きてたもん。隣に女の人がいるんで、え、誰みたいな。奥様です。そうそうそう、結婚したんだったみたいな。そうなんですよね。だからやっぱ年を取れば取るほど人と住める気がなくなってくるんだよね。一人の時間が長いとね。ですよね。俺だから寂しくなっちゃった途中で。ああ、なるほど。そう、60超えて、いや、こんな一人っても寂しいなと思う。それで結婚しようって決めて。なるほど。まあ、そこから結婚できるのもすごいパワーフレス。いや、ほんとそうですよ。それはそう。だろうな。寂しくなっちゃったから結婚しましたって。うん、あとだから、その時代を変えたいと思って。だから奥さんをどこへでも連れてる。かっこいい。だからほら、パーティーとか行っても奥さん連れてるお年寄りいないのよ。確かに。本当にいないの。だからそこへちゃんと奥さん同伴で行けるっていうのかっこいいじゃん。かっこいいですね。だからそうなりたいなと思ってさ。そうなってねって言ったの。うん、だいいですよって言ったから結婚した。え、だどこへでも一緒に行く。いいな。ゴルフも一緒だし。なんかご招待って言われた時、奥さん一緒ですけどいいですかって言って、ダメって言われたらば行かないっていう。素敵。うん、うわ、結婚、そういう結婚生活したいな。まあ、そういうのはできた嫁ですよね。そうね。嫁はそこはね、できた嫁だよね。うん、ついてくるもんね。うん、ちゃんとね、しっとりしてますし、ね、そうね、そういう時はね。そういう場所だからね。そうなんですね。確かに。はい、ということで今週の今泉分かっちゃいました。はい。朝は一人で起きたい。これは男の願望ですね。そうなの。だって分かりました。今泉分かっちゃいました。だからそうですね。うんうんうん。けどやっぱやばいっすよね、俺この番組。何、女を敵にしてる気がしてきました。そう。いや、俺は好きですけどね、女性が。そんな今泉くんが可愛いっていう女性も現れそうだよね。あ、まあ確かに。あの、主義主張がはっきりしてるじゃん。うん、グズグズじゃないから、俺はこうってはっきりしてるから、俺はいいと思うけど。それをね、やっぱ超えてくると、超えてきてほしいんですよ、俺は。逆にね。逆に、うん、今泉さんが振り回されるぐらいね。そういう女の子いるよ、きっと。そう、今泉分かっちゃいました。はい、そういう女の子募集してます。それ分かっちゃいましたなの。ということで、まあね、きっと男しか見てないと思いますが。分かんないよ、そんなの。ということで今週は以上、今泉 P と王子的3分間でした。住友美ジェナも一緒にお届けしました。ではまた来週。